市工業大学理化学研究所早川英介です。今回創発的再解析のためのメタボローム統合データベースというこのプロジェクトを育成枠で今年度から採択していただきました。申請書を書いているときはまだ理化学研究所の CSRS の研究員 で今年度から九州工業大学の方で新しく研究室を始めるということです。そういうことで所属が2つ書いてあるんですけれども、このメタボローム統合データベースの開発を、分担の方々と今進めております。この、メタボローム、メタボロミクス、皆さんお聞きになったこともあるかとは思うんですけれども、名前の通りメタボライト、代謝ですね。我々人間だけではなくですね、さまざまな生物において、例えばエネルギー代謝ですとか、もしくはもっと生物種特有 の二次代謝物ですとか、代謝現象というのは我々の生命を、制御コントロールするために必須の現象となっていて、この右上に書いてあるように、非常に複雑な代謝パスウェイがいくつも連なって、化学反応によりさまざまな代謝物が我々の体の中でに存在して活躍していると。そしてまたこの代謝、メタボロームっていうのはその、さまざまなオミクスのレイヤーがある中で、一番上がゲノムだとすると、その、一番下の方、下層の方、より表現系に近いオミクスということで、このマルチオミクスの中の重要な役割を担っているということが言えると思います。そしてそのメタボロミクスですね、これは実際にどういうふうに分析されているかというと、現在においては大部分は質量分析が活躍しているということが言えると思います。質量分析、古典的にいくつかのターゲットの化合物を一個一個分析するというようなものが昔は主流でしたが、現在はもう試料中のさまざまな数百、数千にも及ぶ代謝物を一挙に検出すると、そういったハイスループットな質量分析が主流になっており、これがメタボロミクスに活躍しているということが言えると思います。そしてこのメタボロミクス、さまざまな分野において今活用されていまして、他の分野にも同じだと思うんですけれども、論文投稿時にはレポジトリにデータを投稿しなさいと、そういうことでレポジトリが今いくつも存在しておりまして、そこでデータがどんどん蓄積していると。でさまざまな分野、臨床、生命科学、もしくは 植物ですとか環境とかさまざまな分野に使われているので、さまざまな多様なデータがどんどん今レポジトリに蓄積していると。そうするとやはり、このようなシンポジウムに来られている方だと思うかもしれないんですけれども、そういった蓄積したさまざまなデータを活用して、研究横断的な解析というのができるはず、それがすべきであるということが思うかもしれないんですけれども、実はそういうことはあまり進んでいないと。レポジトリ上のデータはあまり再解析、統合という意味では活用されていないと。それはなぜかというと、いろんな理由があるとは思うんですけれども、一つは先ほど申しました質量分析特有の事情というものがあります。ここにはいくつかの質量分析装置 のイラストが書いてあるんですけれども、質量分析というのは仮に一つ全く同じ資料を測っていたとしても、分析条件もしくは装置のセッティングによって出てくるデータが微妙に違ってしまうと。例えばそれぞれの代謝物の量、相対的な量を示すようなシグナルインテンシティはもちろんですし、そもそも検出される代謝物が少し違ってくるといった事情もあったりします。ということでこのような質量分析データの統合もしくはノーマライズですね、そういった部分で統合が非常に難しくなっていると。こういった事情がレポジトリ上の多様なデータの統合再解析を難しくしている、そういった理由の一つになると思います。そこで我々としてはそのような技術的なハードルを超えてですね、多様なレポジトリ上のデータを統合して再解析すると、それはそしてそれはもちろんメタボロム研究者に活用していただくというのと同時に、他のオミクス分野
ですとか AI 研究者の方々に使っていただけるようなデータベースを構築するということを目的にしています。で具体的にどうやってその質量分析特有の難しさを克服するかというところですけれども、これは IDMED というヒューマンメタボロムテクノロジーズ の松田さん山本さんが開発された、手法を、ベース活用させていただいて、この技術をベースにして統合を進めていきます。ここでは左の上の方に研究、スタディ XY と書いてありますけれども、研究が仮に2つあったとすると、で研究って皆さん同じようメタボロミクスに限らずこれは共通だと思うんですけれども、一つのサンプルを分析するというよりは、ある仮説に基づいてサンプルグループをいくつかセットして、その例えばコントロール対ドラッグとか、コンディション A 対コンディション B というふうにグループ、群を定義すると思います。この手法はその群、各代謝物のそれぞれの固有のシグナルというよりは、群間比較に代謝物の変動を落とし込むと、つまり質量分析特有のシグナルからこの代謝物が増えたか減ったかというふうにちょっとレベルを落とすと、次元を落とすと。そしてこの2つの研究、ここにテーブル書いてありますけれども、代謝物が増えたのか減ったのかが似ているかどうかという指標で、クロス集計表を使って2つの研究をつなげると、簡単に言ってしまうと、群間比較に基づいて代謝物の変動が似ているか似てないか、もし似ていたらエッジをつなげるというような手法になります。この手法をベースにして、レポジトリ上にある大量のデータ、これは一つのメタボライズというレポジトリのデータを活用している例を示していますが、幸運なことにいくつメタボライズは先ほど の手法にを適用しやすいデータ構造をある程度していますので、そのデータ構造に合わせて我々がパイプラインを作成して、このようにデータの統合を行っていると。一方で代謝物をベースにしたデータ統合をして、グラフ構造を作ったとしても、それを解析する人間、見る人間がそれだけではちょっと理解ができないと、こんな複雑なグラフを見せられてもよくわからないということで、代謝物レベルの統合と同時に、メタデータ、どういった研究背景を持っているかといったデータの抽出と、それに基づいた統合ということもテキストマイニングツールを使って行っております。それで本件プロジェクトは今年度で始まって、ある程度すでに進めて代表的なレポジトリの一つメタボライズに関しては、統合が結構進んでいるんですけれども、例えばこのメタボライズ748研究、その研究で記述されているのが3万5千くらいの代謝物ということで、これらの情報を抽出して、メタデータも抽出した上で、代謝物の変動の類似性という観点で、統合したのが右下の、グラフ構造になります。もちろんこの中には人、マウス、イーストですとか他の植物なども、混じった非常にごちゃごちゃしたグラフになっています。それでこのグラフ構造を先ほどのメタデータと合わせて、どういうふうに具体的に解析してするのか、それがどういうふうに可能なのかという、バリデーションを兼ねた一例がこちらになります。左上は先ほどのごちゃごちゃとしたグラフ構造なんですけれども、そこから一つのメッシュターム、インフラメーションに関係したグラフだけ、ネットはグラフだけを抽出するというのが今左下になります。このように一つのキーワード、インフォメーションに関係した研究だけでも実はクラスターが できると、そのクラスターというのは先ほど申しましたように、一つのノードが一つの研究から発生した、群間比較になります。そしてこ このデータベースの一つの特徴は、この研究をただつなげているだけではなくて、そのつながっているエッジ情報にどういった代謝物が増えて減ったのかという代謝物レベルの情報も各一つ一つのエッジに内包されているということがあります。その代謝物レベルの情報を使うことで、例えば一つのクラスターではアルキドン酸メタボリズムに関与する代謝物が変動していると、別のクラスターではガラクトースメタボリズムに関係している代謝物が変動しているという、こういうような深い解析も再解析も可能になるといったシステムになっています。でこのようなシステムの
をベースにしつつ、さらにこの代謝物メタボロームレポジトリから抽出した情報と他のオミックス分野との情報をつなげて知識グラフを作る、 RDF を作成するといったプロジェクトを北里大の川野さんと一緒に進めています。一方でこのグラフ構造を人間が目で見て解析するというのではなくて、機械学習に活用できるようなパイプラインを作成するという部分に関しては東京農工大の津川さんと一緒に進めております。そして今回このシンポジウムで AI 関係の話もちょっとしてくださいというふうな連絡があったので、最後にちょっとスライドを1枚慌てて作ったんですけれども、このグラフ構造っていうのは先ほどお示ししましたように、各研究、濃度が1つの濃度が研究で、さまざまなメタデータ、そしてエッジが、代謝物のより詳細な情報が含まれていると、こういうような非常に多層的な情報があった上で、そのなぜこの研究とこの研究が似ているのか、代謝情報も、LLM とラングチェーン、つまりワークフロー、もしくはエージェントのような形に作って、そこに放り投げると、仮説を生成したり、研究のデザインなどをしてくれたりというような、未来があるのかもしれないなと、これは実地でやるこの研究プロジェクトのメインの項目というよりは、将来的にしたいというか、私がちょっとコソコソとやっているというような内容になります。ということで、ちょっと時間が過ぎてしまっているのですけれども、このようにメタボロームのデータベースレポジトリを、軍艦比較という観点で統合して、メタボローム研究者だけではなくオミクス研究者、バイオインフォマティクス研究者、そして AI の研究者の方々に使っていただけるというデータベースを目指して開発を進めております。以上になります。ありがとうございました。